ワンワン物語。さあ、クリスタルズーランドだけでは物足らず、イズムにも登場しておりますワンワン物語。考えるだけでなく感じてほしい、そんな思いでスタートした、ゼロワンプロジェクトですね。新しいワンコの応援隊を作っております。みんなで指切り幻漫しようぜってことで、今日もワンワン物語研修のお勉強の時間です。はい、はい、イエイ。なんかゲストがね、ちょっとなんかとっても気になるんですけどねさあ今日のワンワンは、じゃーん、今日はね、私自分で書いたチョークアートを持ってきました。この研修なんだ、知ってる人、知らないかな、ペキニーズちゃんねえ、私の大好きな犬種の一つですね。花ペチャちゃんです。よくパグちゃんとかね、あのブルドッグとか、そういうお花ぺったんこのワンコと一括りに結構されますけどね、ペキニーズと言います。あんまり会ったことがないっていう方も多いかもしれないんですけれども、すごく高貴な、昔はね、ワンちゃんです、ワンちゃんと言われてね、作られた犬種ですね。で、体のサイズはそんなに大きくない小型犬なんですけれども、なんせ性格が、まあ、王様のね、そばにいて暮らしてたようなワンコだからとってもいたけだかだったりとか、すごくわがままだったりとか、自由奔放だったりっていうね、ちょっと猫ちゃんに近い性格を持ってる子が多いと言われている犬種です。で、ペキニーズは私、今までこの保護活動をしてきて3頭かな、お世話をしたことがあるんですけれども、どのペキニーズも共通していたことが一つありまして、うん、私しか好きじゃない、そうなんだ、うん、ママがいれば後いらないっていう、まあ、ワンオーナータイプってよく言いますけれど、あのね、みんなと仲良くしなくても全然いいんですよね、本人的にいらないっていう。で、例えばそのファミリーだけ、家族だけ、うん、なんかみんなと仲良くなりそうな感じ、ね、まあ、そういう子もいるんでしょうけどね、いるんでしょうけれど、たまたま私がまあ3頭あのお世話をした子は、本当に私、あるいは私の夫以外はもう仲良くできない子ばっかりだったんですね。で、いろいろその現象を調べていくと、やっぱり傾向的に、そういう性格の子が多いというようにね、あの研修辞典なんか見ると書いてありました。なので、まあ、たくさんね、よく私、社会科ってここのコーナーで言わせてもらいますけれど、あのたくさんのワンちゃんとかたくさんの人と遊べなくても幸せって思う犬種っているんだなと思ってね。うちなんかも一人っ子だから、うん、わざわざストレスになるよりは、うん、本当に一人でいた方が、そうなんです、そうなんです、ね、なので、うん、だからこのペキニーズちゃんなんか、まあ、その子にもよると思いますけれども、そういう傾向がね、結構多い、はい、犬種ですね。すごくね、猫ちゃん、まあ、私は人間に近い感情を持ってる感じがするなっていう印象のワンちゃんでしたけどね、私は大好きです。あの今は大きい子が多いんだけど、うちにはあのいつか私もちょっとね、もう少し年を取って、あの緩やかに暮らしていく頃になったら、ぜひ一緒に暮らしたいなと思ってる犬種の一つですね。上手ですか。私今日はね、ワンワン物語って言いながらチョークアートの自慢をしに来たんですよね実はね、見て見て楽しいんですよ、こうチョークアート。またこのクラスのお話もね、またしたいと思いますけれども、でもだんだん上手になってってる。あら、上達してますか、うん、何がいいってね、あの自由に書いてって言われるんですよ、うんうん、こうじゃなきゃいけないっていう、成功っていうのかな、 これが正解っていうのがあんまりないから、結構自由にわーっていろんな色使って、それが合ってるみたいです。かわいいでしょペキニーズ、ぜひおすすめの犬種ですのでね、思い出してみてください。私のチョークアートもね、ペキニーズを見たら思い出してくださいはい、そんなワンワン物語でした。さあ、続きましてゼロワンプロジェクトニュース。おう、参加すんのかい、チミも喋ってる上手だねさあ、今日のゼロワンプロジェクトニュースは、何と言いましても明日でございます。いよいよ明日になりました。はい、そうでございます。第4土曜日は開運おもてなしサロンにて、午後1時から3時まで、ハッピーハピーレッスンですね、ワンワンマームのハッピーハピーレッスン毎月開催しております。明日のハッピーハピーレッスンは、いつもレッスンに、ね、参加している側のワンワンマームのココちゃんママが、手作りのおやつ、人もワンちゃんも一緒に楽しめる、おやつ作りをね、レクチャーしてくださいます。
そして、メインイベントはおそらくですね、作るよりもその後の座談会という名の、まあ、井戸端ミーティングですね。そして食べる、飲む、はい、こんなことをね、明日はやろうと思っておりますので、もうお料理とか苦手な方でも、普段おやつとか作ったことがない方でも、もう簡単にできるレシピを今回ご準備させていただきましたので、ぜひ皆様ご参加くださいませ。ワンちゃんがワンちゃんと一緒に暮らしていなくても人にも応用ができるレシピなので、楽しく参加していただけると思います。明日渋谷の開運おもてなしサロンで午後1時から3時、ワンワンマームのハピハピレッスン開催いたします。ぜひ皆さんお越しくださいませ。体の気持ち、幸せの種はみんなの分あるって知ってましたか？苦手なことやうまくいかないことにはヒントやチャンスがいっぱいあるって知ってるかな？体の SOS は心の SOS、 どちらからでもアクセスができるんですよ。今日ね、はい、来週またスペシャルがあるので、はい、一応3月の1週目3週目2週目4週目というルーチンは、うん、3月終わりなのよね今日ね。はい、そうですね。で今日また4月からのスタートの準備のためのミーティングを、それこそ井戸端ミーティングをやるんだけど、いろいろみんなに何か資料を作ろうと思って、キリンホームページのデザイナーに頼んでね、作ってもらったのね。うん、で作りながら、まあそういうの作るときってほら、いろいろ何を伝えようかとか、どういうふうに作ったら分かるかなとかって見直すじゃない、うん、ね。でそんな時に何て言うかな、何かを始める時って人ってやっぱり嬉しかったり期待があったりとか、うん、あとまあやりたかったことがやれるんであればありがとうって思ったり感謝したりとかっていう気持ちから大体スタートするじゃない、はい、なのになぜか、それはまあ人それぞれタイミングがあるんだけど、割とすぐに、なんかつまんなくなっちゃったりとか、うん、自分の思ってたのと違ってるっていう風にもうすぐ決めてしまったりとか、うんうん、あと自分だけの見方で終わってしまう、もっと違う方向からね、うん、見たりとかもしないで、自分は動かず、その場所から見えてるもの、聞こえてくるものだけで判断しちゃうことがものすごく多いのね。っていうのは、私もそのスピリチュアル系の勉強する前って、うん、やっぱり自分の世界を大事にだけを大事にしてたりとか、別に他のもの入れないってしてたわけじゃないけど、やっぱり所詮自分の知ってる世界なんか小さなものだからね、あとそうですね、違うものを入れるってちょっと怖いよね。そうですね、ほんと怖い。なんか自分が壊れてしまいそうな、うん、なくなってしまうような感じがするんだけど、うん、人に出会ったり物事に出会うって、やっぱりその人が引き寄せたり選んだり選ばれたりとかして奇跡なんだよね、うん、だその目の前に現れたものをやってみないって思えたものだったりをとことんやってみるっていうのをなんとか癖づけられないものかなって、そこが全てじゃないんだけど、出会ったところのことを全部見て聞いてやってみて、あ、こうだったのかって思ってから違うとこ行くならいいんだけど、ほとんど見てないで、ほとんど聞いてないで、何にも感じないで
1年経ったからとか、それ月日が流れただけで、目つぶってた1年と見回した1年とさ、やってみた1年と違うじゃない。そうですね。だから、うん、なんかそれをそうしたらってふうに言ってもなんだか押し付けられてるよ。だから反抗期のうちの息子がね、成長過程を見てきてるから、反抗期の子って言ってもさ、なんか怒るの、言われるとね、分かってんだよとかさ、関係ねえだろとかさ、それと似てる感じがしちゃってそんな言わないよ大人だから ね、 そうね。でも聞いてないし見てないし、それがダメじゃないとかじゃないのよ、もったいない、せっかく自分で選んできてるのに、まだあんなとこにこんな楽しいことや、なんか面白そうなことや、あのいろいろあるよと思うんだけど、うん、でもし分からなかったら、ね、聞いてくれれば言うから、うん、聞きもしないでその場で時間が過ぎていくのがなんかもったいないなって、うん、もったいないお化けに襲われそう私が、うん、人の分まで最初にやっぱり最初になんでここに来たのかっていうことってすごく大事だと思うんですよね、うんうん、でさっきあのキリンさんおっしゃってたようにやっぱり意味があって来てるから、ね、そこをちゃんと自分で考えるって、その意味をせめて知ってから次に行こうよと思うよね、うんうん、そうですね、あの別にここに限らずですけれど、やっぱりあの、ね、次の場所に行ったら次の場所にいる意味があるはずだから、うん、そこをちゃんと忘れないでいるだけでもね、きっとすごく変わると思うんですけど ね、 変わるよね、その後がね、うん、そうなんだよね、うん、あと不思議なことに、まあそれって自分やここやみんなね、うん、みんなで作ってきてるものだから、みんなが成長してきてるんだろうね、うん、前のだからそれこそ3年前とか5年前の問題だったことはもう問題ではなくて、うん、そういうことはもう理解できるあの人たちに変わっていくから、うん、そうですね、新たな今度あのきっとね、うん、学ばなくちゃいけないことだったり経験しなくちゃいけないことが現れるんだろうけど、うん、変わるよねその場所が、うん、変わります ね、 ね、うん、不思議よね。そのぐらいのこなその辺まで分かるとどんなことでも面白いのよね、うん、うわなんか崩れてるとかさ、普通は崩れると崩れたと思うんだけど、あれ崩れるぞあーみたいなさ、だって子供の頃お砂遊びしててさ、砂 お山作ってさ、わざわざ水道からさ水持ってきて壊しにかかるんだもんね、やったやったって言って自分が怪獣になってさ踏みつけてさ壊れてやんのっつって、ね、どれも楽しかったよね、楽しかった楽しかった、どうして大人になっただけであの感覚がなくなるのかがわからないのよねねえ、まあ思い出してほしいね、だからそういうことを ね、 ね、うん、せっかくクリスタルにいるからさ、シーソーだってさ上行った時だけ楽しいんじゃないよね、うん、下行った時ワクワクするよね、ねえね、え持ち上げちゃって向こうの人ガーンってね、あれずれちゃったりとかね、まあ、そういう楽しむあの気持ちがね、ちょっと楽しみベタが多いね、うん、大事なんだけど私思うに、そうね、あの環境だとか性格だとかってあの言う方も多いと思うんですけれど、やっぱりあの楽しもうって、うんね、あのレベルの違いとかはあるから人それぞれね、うんうん、せっかくだからさ、そう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 、ね、笑って帰ったら一日変わるぞ、うん、変わりますよ、ね、うん、せっかく同じ一日でね、1時間で1年だもん、ね、うん、本当に思います、そうしよう、うん、4月からそうね気づいた人からそうすればよくてさ、うん、そうね、うん、で、うん、まあ、無理やりやることじゃないんだけど、そう、まあ、せめてさ、そうなのかもしれないなぐらいで思って、うん、あのちょっと真似するとかさ、うん、ちょっとじゃあ同じようにしてみようかなとかね、ちょっとやってみるとかすると、うんうん、意外とあれなんだか楽だぞって、うん、そうですね、楽になんないと、だってみんなさ慣れてきて楽になって、もう笑顔、その人らしく笑ってたらその時が一番素敵だよね、本当ね、そのために私たちあの陰でいろいろやってるんだけど、そこ見えづらいのよねこのチャラチャラしたとこしか見えてこないからね意外とチャラ男じゃないんだよね、チャラ子じゃないんだよ、そうそうそう、うん、まあ、好きだけどこういうのもね、そうですね、ちょっとあの伝染してるけど私もねちゃんとしてんだよ本当ね今日嬉しかったね、あのちっちゃいちっちゃいパーソナリティがデビューしてね、うん、あんなことってあるんですね、なんか途中でね、いやいやいや、マイク握り始めて喋るのかと思ってさ、ちょっとね小さな声でうぐらいは言ってたよあれデビューデビュー
いい経験だよ、ね、あれだってだって本当にあっという間よ10年や15年なんてそうだよねそしたらあの時ここでデビューさせてもらいましたとか言って廊下日で歌いますっていうかもしれない いやもうどうしようどんななってんの私たちねもう涙もろくなっちゃって泣いてると思うねねだからそうやってバトンって渡していくものでさそうです、ね、私たちが15年ここにさしがみついてる必要はないでしょ全然ないよ育てていけばいいんじゃないの本当ですよ ね, ねそういう楽しみがあるんですねこれからねそう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 今だけ 今必死で頑張りましょう嬉しいわ、ね、はい、はい、じゃあシンクロいきましょうかね、はい深紅メッセージ深紅メッセージは皆様向けのキーワードです心の天気予報知っておけば対処もできる慌てず騒がずに楽しむのが一番すぐにピンとくる方数日してから気づく方忘れた頃だって OK です本当に心が求めた時にシンクロは起こる誰もが平等にメッセージを受け取ることができますどれだけ心を敏感にしてキャッチするかただそれだけですはい届けてまいりましょうシンクロメッセージお待たせいたましたいたしましたよいたましたいたましたカチ風水のエレメントグループ分けでお届けしますまずは火のグループ情熱の星座お羊座獅子座伊手座あのね、うん止まりなさいって止まって何をしなさいって言うとね感じなさいってで守りなさいって何を守るかって言ったら大事なこと、自分にとって大事なことを考えてみてってちょっと今日メッセージっぽいんだけど、ね、静かな時を過ごしてくださいってあら深いですねあいにくスタジオにはおりませんけどね、はい、火のグループの方がね、いないですよねはい、続きまして地のグループ安定の星座大牛座乙女座ヤギ座、はい、お待たせしました何でしょう地のグループの代表、はい、乙女座さんどんどん来い割と言われてることですはい整理をして今やっておくこと形として明らかにね要するに見えるようにちゃんと整理をしなさいってうんあの優先順位の高いものはやってるけどね、うん、あのだいぶ放置してあるものもあるのでわかりました次行こう静かだわ本当に風のグループ伝達の星座双子座天秤座水亀座はいほぼ風ですねはーい、うん、あーチームだそうですよ風しかやってこないそうなんですよ困ります本当お待たせしましたですねケアの週ですケアねうーん気ままにゆるりと体も心も休めてくださいっていいなうらやましいはい最後水のグループです感情の星座カニ座サソリ座魚座水のグループの人ね、うん、あの火が多いのでねちょっとなんか火の扱いって気をつけないと、うん、ほらだからちょっとカッカシしちゃう傾向があるみたい、うん、来週ね、うん、だから感情的になりすぎないように自分でちょっとコントロールしたらいいと思います、今週はなんかメッセージな感じでねえ、ねえ、楽しいこういうのもじゃあたまには、うん、は片付けますシンクロメッセージは心の軌道修正お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです クリスタルからの素敵情報が誰かの心に届きますように毎日がロマン飛行未来へのバトンみんなが夢の途中毎週金曜日10時からの2時間クリスタルイズム次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス今日はどんな曲が流れるのでしょうか今日も盛りだくさんだし盛り盛り盛りだくさんでございましたねロカ君いい加減にしろっていうぐらいね、ね、もう私たちが楽しいことばっかり楽しまなくちゃだってそれが一番じゃないそうですよだって私たち指さされて、うん、あんな大人になってはいけないって結構それ嬉しいですあんな大人でもいいんだなでしょえどっちからかどっち取るのっていう話だね、あ、そうそうね、うん、私あんな大人でもいいのよ取ったんだよねそうなんだよねそしたら両方で分けようよって言ったんだよねそうそうまた言いますよ分けっこしましょう
大人が輝かなくてどうするんだ本当に、ね、うん、大人になりたいなとかさ、あんなんでもいいんだなって思えたら、うん、若者たちがさなんかやるぞって気になるじゃない。そうです。あんまりハードル高いとさ、あれはなんか立派な人たちだからとか言われるけど、うん、ちょっとも思わないでしょ私たち見てて。見せてやりましょう、ね、次の世代へ、ね、バトンを渡すために今やもう生きておりますのでね。そうですよ、ねね、とりあえず本日ちっちゃいのに渡しましたからね。あれでちっちゃいのに渡しておきますから、ね、楽しみです ね。さあ泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽と言葉の魔法があなたの人生のお供をします。クリスタルイズム、合言葉はお互い様にありがとう。また来週。でも entrer dans mon cœur une part de bonheur.